アドミです。マサです。メジです。マサです。佐々木です。今回ですけども、友達家にウーバーイーツ100人来ちゃうドッキリ。いやはい、僕の友達に相馬トランジスタっていう緑髪のやつがいるんですけど、はい、彼の家の家賃を払い続けてるんですよ。簡単に家主なんですよね。実はずっとですよね。はい。1年経ってますね。まあ月30万ぐらい払ってるんですけど、はい、家主なんで何をしてもいいんですよ。家に何をしても大きく仕掛けていたらなと思います。はい。じゃあ相馬さんの家行きましょう。関係あるよマスターそれ。これ何ですか。もうタイミングずれてましたね今。カメラこう近づいてなんかやってよ。に行きましょう。あもうマスターダメだ。すみません。はいありがとうございます。すみません。これもうちですよね多分ね。あそうですよね。はいはいはい。ありがとうございます。ありがとうございます。あのタピオカだけ頼んでるやつ誰？ああそうですそうです。すみません。マスターみたいな。すみませんありがとうございます。タピオカだけ頼む。誰がタピオカ頼んだやつマジで。タピオカ単品。タピオカ単品ないだろ。今タピオカ絶対いらないだろお前。はい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 、お願いします。うわすごいな。いやすごいな、すごいなじゃないっすよ。怒んないと、これもうというわけで、ドッキリ大成功。友達にウーバーイーツ100人呼んだら一体どうなるのか。まあ、100? ありがとうございます。こっからまた来る。まだ私も 100? 100だとしたら、まあ序盤だよこれ。マジで言ってる。